札幌で開かれていた G7 気候エネルギー環境大臣,大臣会合が閉幕し石炭やガスなどの化石燃料を段階的に廃止していくことで合意され多様な道筋のもとで共通のゴールを目指すということ。 共同声明では争点となっていた化石燃料の取り扱いについて排出削減対策が取られていない化石燃料を段階的に廃止していくことで合意されましたヨーロッパの国々は全面的な早期廃止を求めていましたが日本が化石燃料に依存するアジアの現状を訴え見送られました。また、自動車から排出される二酸化炭素を 2035年までに半減することや EV ・電気自動車のバッテリーに必要な重要鉱物の開発に G7 で130億ドルおよそ1兆7000億円を投じていくことなども確認されました。